5個なって第6レースの発走です。さあまずは5番の松丸、1番の菊池、両者が飛び出しました。前取り争いは5番の松丸か、あるいは1番の菊池インから抜けるのか。1センターから2コーナー、両者が並んでおりますが、どうやら1番の菊池がスタートを取ったようです。さあ前2人から距離がありまして、4番の田中貴則が差を詰めていく中、6番の亀井が4番手も、外からは3番の木島優希、7番篠原清の四国両者が先頭2番手まで車を進めていきます。371で人が止まり、前段に3車並びを作る中、6番の亀井道義が4番手切れ目に車を進めていきます。従いまして2番の佐藤武からの九州ライン、5番松丸、4番田中で固めていきます。3車は5番抵抗で3対1対3一列交渉、競争は2周回で2コーナーを回ります。さあ3番の木島が正攻法、予選は一度突っ張られましたが、かましまくいの反撃でありました。追っていくのはメンバー中得点最上位篠原です。そして5番手2番の佐藤俊一は前手から引いてすかさず巻き返しライン決着させています。2センターから4コーナーにかけ、さあその2番の佐藤武史が福岡勢連れて動きを見せました。戦いの口火を切られました。3番の木島が前受けそのまま突っ張っていき、2番の佐藤はここはひとまず車を下ろします。誘導は退避いたしました。3周回目2コーナーです。さあ2番の佐藤からの九州3車、5番抵抗に車を戻します。3番の木島は先頭を一度突っ張って、今は流して鐘を聞きました。3コーナーから2センターです。軽く揺さぶり波を作る3番の木島からの混成ライン、6番の亀井は短期戦での4番手、そして2番の佐藤が巻き返しましてのジャンヨンからのロングスパート、レースは最終周回です。さあ5番の松丸切れ気味でも追っていけるか、2番の佐藤がまずは前と立ちました。3番の木島が抵抗して5番の松丸と番手でもつれる。さあ2コーナー、2番の佐藤の後ろは3番の木島が取り切りまして、7番の篠原、そして1番の菊池で3番抵抗の3者直線、2番の佐藤が先頭、3番の木島が番手、そのまま2番3番、3着7番の篠原が第6レース A 級チャレンジ準決勝の2組目、2番の佐藤が3番の木島同期叩いて前へと立ちましたが、木島はもう引けぬとばかりに松丸とのもつれ、最終的には番手2番の佐藤の後ろ、ここをキープする形、そこからの2着、3着は7番の篠原、入選順は2番3番7番です。決定までしばらくお待ちください。第6レースでした。